大阪市中央区選出、大阪市会議員の野上蘭です。中央区は閑静な住宅街も多いんですけど、観光地や繁華街もあるので、人がたくさん集まってくることで、ゴミの問題だったり放置自転車の問題や客引きという課題が、たくさんあります。引き続き取り組んでいきたいと思います。はい、今もなんですけど、主婦です。谷町という地域でヤクルトレディをしていたこともありました。子供を3人育てていて、今は小学校6年生と3年生と1年生になりまして、当時から絶賛子育て中です。吉村市長の時代に始まった幼児教育の無償化がきっかけでした。家計の負担がぐっと減って、政治でこんなに暮らしが変わるんだと実感したことをきっかけに、もっともっと子育て世帯の声を届けていきたいと、次の世代にいい環境を残したいと思ったのが大きなきっかけです。変えたというところは特にないんですけど、変えたいなと思うところがありまして、オンとオフの切り替えがすごく苦手なので、その切り替えを今後はうまく、変えていきたいと思います。公園がたくさんあるところが大好きです。大阪城公園や何話の宮跡公園と大きい公園もあるんですけど、他にも子どもたちがたくさん遊べる公園がありまして、大好きです。いつもお世話になっております。私は議員になる前から街角でご挨拶をさせていただいたり、自分が取り組んだことや大阪市の現状などのを書いたチラシをお配りをさせていただいておりまして、身近に政治を感じていただけるように活動を続けています。